企業犯罪とは、企業が経済活動を行うのに際して、利益追求などのために違法な行為を行うことを言う。組織犯罪の一面もあり、多種多様な形態がある。個人の犯罪と異なり社会に与える影響は大きく、信用失墜にとどまらず企業存続に関わることもある。日本の法律においては、企業の行為に責任を、 追う個人を処罰することが先決となり、法人としての企業はそれら個人の処罰に付随して処罰される。企業犯罪を犯した企業の経営者は、ステークホルダーに対して法的及び道義的責任を追う。近年の企業犯罪など企業をめぐる不祥事の多発を背景に、企業内においてコンプライアンスがキーワードとして注目されており、不正防止のための内部通報、 内部告発も制度化、法令化が進められている。このほか2014年時点の日本において、犯罪事案の解明のための司法取引の導入が、議論されている。一下に示すものは、企業犯罪の一例である。具体的な事例については、報道機関などによりすでに公になっているもので、あって、捜査、立件などにより、 犯罪行為が明確に認識されているものに限る。ありがとうございます。